ルフィ。行くぞ野郎ども。海軍本部とオーク七部海隊、白ひげ海賊団の巨大な力のぶつかり合い、そこにインペルダウンを脱獄してきたルフィやイワンコフ、クロコダイルらが参入。しかしクロコダイルの目的は因縁がある白ひげを倒すことであった。頑固ではダイヤクリーティクを。久しぶりだな、白ひげ。承知しねえぞ。とやりますね。だから今ベリアで。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。あれは全部死刑でいいんでしょう。戦国さん。無論だ。俺が相手をしてやる。突如白ひげ海賊団の頭上から現れたインペルダウンを脱獄した海賊たち、麦わらのルフィ、革命軍のイワンコフ、かつて七部海であったクロコダイル、ジンベ、その中には白ひげの昔なじみの姿もあった。ジャハハハハ、世界を覚悟しろい。ロミオにネッペリアだ。この戦争で麦わらのやつ、なんかあっという間に目立っちまいやがったぜ。キャプテンバギー、お
俺たちだって負けてらんなぜ。さっさと白ひげの首取っちまいましょうよ。おうともやられなきゃ。とは言ってもこのいかれた戦場はどうだおい。海賊も海兵も有名人だらけじゃねえか。おい赤っ鼻。誰が赤っ鼻じゃ。くるぐわ白ひげ。誰かと思えばロジャーのところの小僧じゃねえか。懐かしいな、生きてたのか。ダメだ、見つけられた、殺される。終わりだ、逃げるしかねえ。またやるってくんちどめ。あの白ひげに話しかけられてる。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。人事だと思いやがって。おいだおおらっ、このまま緊急発生。こんなに囚人たちを引き連れて俺の首でも取りに来たのか。ピチュちゃんいそう。そうだ、久しぶりだな。覚悟しやがれ。この機械もう聞いたもん。あの白ひげに話しかけられてる。いや、あんたも伝説の住人なんだ。人事だと思いやがって。まだだ。そんなに囚人たちを引き連れて俺の首でも取りに来たのか。そうだ、久しぶりだな。覚悟しやがれ。首を取るのは構わねえが、おめえその後介護をどうする。あの数は手に負えねえぞ。実は俺もそうだ。無理無理。どうだ、一つ海賊同士手を組んで海軍を潰さねえか。俺の首はその後にしろ。ちょっとちょっと、あんたどんだけ実力が折れてんすか。白ひげにまるで同格だ。本気出せばな。マジっすか。鳥肌。俺ならやれる気がしてきた。いいね、白ひげ、手を組んでやる。何様。そう、我らがキャプテンバギー。呆れるほどちょろい男だよ。赤っ鼻はともかく、後ろの囚人たちは結構な弾だ。敵に回すと面倒くせえ。凍りついた海で戦う海賊たちを赤犬の流星火山が襲う。マグマの玉に焼かれ海に落とされながらも互いを助け合う海賊たち。しかし容赦なく降り注ぐ炎の雨は氷上の全てを焼き尽くしていくのだった。しまらんが始めろ、赤犬。火山。ちくしょう、俺たちの船が何十年も白ひげ海賊団を支えた船、モビーディック号がだ。すまねえ。